衛装備庁が本気で開発中の最新鋭長期運用型 UUV の海上試験動画が公開され、世界がざわついています。今回は、この最新鋭長期運用型 UUV を詳しく深掘りしていきます。無人機としては、最大級の大きさに攻撃も可能。防衛省も、ギリギリ本気になり、これより遅かったら終わっていたかもしれませんね。安倍さんが進めてきた軍事力強化が実ってきています。出雲、加賀に F-35B 戦闘機搭載で、海洋国として最低限度の装備になり、潜水艦は限界を超えましたね。日本の防衛省、防衛装備庁が運営する公式チャンネルである YouTube 上の ATLA オフィシャルチャンネルにおいて、2023年10月27日に公開されたおよそ1分半ほどの尺の新たな動画が多くの注目を集めることとなっている。今回の ATLA オフィシャルチャンネルにおいて公開された動画の内容は、日本の防衛省、防衛装備庁が長期運用型 UUV と呼称している水中用の無人機である無人潜水艇を収めたもので、その海上におけるテストの実施に合わせたものだと考えられる。この動画は、公開より9日間で、すでにおよそ6万7000回もの再生回数が確認されており、YouTube 上の ATLA オフィシャルチャンネルには、これまでも多数の動画がアップされているが、その中でもかなりの注目が注がれていることが確認できる。今回の長期運用型 UUV と題された動画の中には、三菱重工業者が開発中のその本体が収められており、外観だけを見るならば、様に同社が製造している長魚雷とほぼ同様の形状をしているようにも感じられる。これまでにも、防衛省、防衛装備庁が運営する公式チャンネルである YouTube 上の ATLA オフィシャルチャンネルでは、2023年の春先に、この長期運用型 UUV を含め、開発中の高出力レーザーシステムや、当初防衛用の新型の対艦誘導弾を紹介する動画をアップしていた。その時点では、長期運用型 UUV のことを、無人水中高層帯 UUV と画面内のテロップにおいては表記しており、その本体は、様々な機能を組み込んだモジュールに対応することで、搭載された人工知能をもとに、多彩な任務に対応可能としていた。イメージ図としてのモジュール構造としては、無人水中高層帯 UUV 本体の先端部及び後部部分の2箇所を用途に応じたモジュールに組み替えることが可能だと説明されており、水中での戦闘の様相を大きく変えるものと述べられていた。ここでの無人水中高層帯 UUV は、山口県の岩国に設けられた岩国海洋海洋環境評価サテライトにおいて、実際の海洋に出す全段階の様々なシミュレーションを行っているとされ、今年2023年にそれを経て海洋テストに臨んだことが伺える。こうした手順を踏んで、今回の動画からは、長期運用型 UUV と呼称されるに至ったことがわかるが、人工知能を搭載することで、高度な自律航行を実現し、戦闘の様相を大きく変える可能性を謳いつつも、直接的な攻撃手段となるわけではないようだ。今回の動画の中でも、長期運用型 UUV は、海中における警戒監視任務や、海洋状況の観測任務に従事させることが示されており、高度な自律航行は、それらの任務の遂行上で活用されることが想定されているものとなっている。従来の動画の中でコメントされた、戦闘の様相を大きく変えるという表現からは、長期運用型 UUV が、何らかの兵装を搭載して、直接的な敵への攻撃に従事するかのような印象を想起させるが、そこまでの段階には至っていない。これは、現在の日本だけに止まらず、こうした長期運用型 UUV が、実際の攻撃を行うことが可能な兵装を備えることは、人工知能の精度が飛躍的に向上する中にあっても、まだまだ実用化までには膨大な歳月を必要とするのだと感じられる。そうした状況を踏まえての今回の長期運用型 UUV の動画公開だと思われるが、その中では本体前方のあるモジュールの中から
海底に戦車とおぼしき物体を投下する様子が描写されていることが印象的である。ここで長期運用型 UUV が搭載する人工知能の判断に基づいて適切な海底に戦車を任意に投下することで海中における情報収集量、能力を格段に向上させ、そこから得られたデータをもとに他のシステムが攻撃を行うことへと連携させるのだと思われる。海中では海上や陸上や上空と異なり、もともと潜水艦や水上戦闘艦、回転翼機のソーナー、さらには事前に特定の場所に設置された専用のケーブル網等を頼りに索敵を行うことが想定されているが、その範囲を長期運用型 UUV は飛躍的に拡大する可能性を秘めているのだろう。海中では音波を用いる各種のソーナーを駆使して索敵行動を実施するため、無人航空機のような視覚を元にした遠隔造作を行うことは前提として長期運用型 UUV には不可能であり、その点が大きく用途としても異なることは想像に難くない。無人航空機においてはその本体の大きさに応じて小型なものから大型なものまで多種多様な形式が存在し、攻撃用の兵装に関してもその本体の大きさに合わせる形で様々なものが実用化されている状況がある。これは例えば小型な無人航空であれば敵の歩兵等への攻撃を機として手榴弾を一つだけ投下するような形式のものからある程度の作薬量を持った巡航ミサイルを搭載するようなものまで非常に多岐に及んでいる。ウクライナにとっては災難としか言いようのないロシア・ウクライナ戦争においてはこうした各種の無人航空機による攻撃が両軍から行われ、当初は有効だったものも戦闘の長期化のうちに無力化されてしまった例も枚挙に暇がない。現状では伝え聞く戦況においては無人航空機の中でもやはり自爆型のドローンと徘徊型弾薬とが多用させているように思えるのだが、飛行速度の遅い無人航空機はある程度の対空装備があれば被害を最小にできているようにも映る。そうした点を踏まえると今の無人航空機による攻撃は敵の防空装備によって撃墜されることは承知の上で、それを上回る飽和攻撃をいかに安価に大量に行うかが鍵になっているように見え、水中とは大きく様相が異なるのだろう。そもそも今回の日本の長期運用型 UUV は冒頭でも述べた通りまんま超魚雷を流用して開発されているように見え、これを直接の攻撃に使用するとなれば索薬を搭載した徘徊型魚雷とでも言うべき存在しかありえないのではないだろうか。そうすると長射程化した長魚雷とそこまで差別化した有効な兵装になるとは思えず、無人航空機のような攻撃兵器となる可能性は現時点では著しく低いと個人的には思えるのだが、いかがであろうか。またロシア・ウクライナ戦争の例で恐縮だが、ウクライナ軍は水上無人機として索薬を搭載したボードをロシアの黒海艦隊の艦艇への攻撃に使用して一定の戦果を収めていたが、海洋国家である日本にとってはこれもあまり参考にはならないように感じられる。そうした小型の無人水上機が搭載可能な索薬の量は限定的であり、移動速度やそれに比例すると思われる命中率を考慮すれば、日本の場合は現行の12式地対艦誘導弾頭のような兵器の改良がやはりベストだろう。長期運用型 UUV に話を戻せば、その寸法は全長がおよそ 10.0 メートル、直径がおよそ 1.8 メートルほどで、標準的な仕様の下では連続航行はおよそ1週間ほどとされており、これはリチウムイオンバッテリーによる駆動だと思われる。この標準的な仕様の長期運用型 UUV に対し、稼働時間を延長するためのリチウムイオンバッテリーを追加したモジュールをつなげれば、さらに大型化するが、より長時間に及ぶ任務が遂行可能となるとされている。今回の長期運用型 UUV の動画内で、防衛省防衛装備庁は、こうして大型化した本体であっても、安定的に稼働させることに成功したと、テストの結果を述べており、既存の有人潜水艦22隻体制との連携が期待される。